上げる一つの番ペアンデイ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 。今回も名探偵コナン取り消しやっていくんですけども、はい、今回は18巻の黒の組織から来た女大学教授殺人事件という事件で、はい、こちらめちゃめちゃリクエストがずっとやりたかった。本当にやっと動画揃ったんで、今回ついに挑戦ということで、もうね、ハイパラハイが初登場回ということで、もう人気回なんで、ついにやるよ、ミストリック再現してやんよ。この世に解けない謎なんて塵一つもねえってことをな。このトリック俺が再現してみせる。見た目は大人、頭脳は子供、その名は名探偵コナン。今回厄介なのは現場が密室なんです。部屋中がノートとかチェスの駒ですね。あとはこの留守電付きの固定電話、こういうものが散乱していたという、そういう状態ですね。どうやってこの密室を作り上げたのか、部屋の鍵がノートの下に置いてあったという、この状況をどうやって作り出すのかっていうのが鍵になります。それは今回トリックってことね。はい、まず部屋の鍵を普通に外からかけます。この鍵をトリックを使ってドアの下の隙間を通って部屋の中に入れたんです、ね、はい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 。この仕掛けが一体どういう風になっていたか、それがこちらです。まずですね、さっき部屋の中にあった留守番電話のカセットテープ、このカセットテープから中のテープを引っ張り出して鍵の穴に通しておきます。これが電話をかけると、この留守電のテープが電話に引っ張られていくんで、だん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 と部屋の中に入っていくと、はいはい、大事なのがこのカセットテープのテープが引っ張られていくと、チェスの駒が倒れると同時に鍵もここに留まって、はいはいはい、でノートの下に鍵があるという状態になるわけです。なんとテープは巻き取られていくところね。はい、なるほど。まだ今日はこれができるかっていうのをやっていくってことね。はい、やっていこう。はい、ということで今回なんですけども、はい、カセットテープ付きの電話機をずっと探してたんですよ。はい、で今回ありがたいことに、はい、メルカリで見つけて、はい、やっと購入できたということで。やっとですか。はい、ただね、ちょっと残念なお知らせがありまして、はい、いやもう俺もやっとできるよこのトリックって、はい、嬉しい嬉しいと思ったんですけど、ちょっとこちら見てください、はい、留守番用のカセットテープがあるんですけど、はい、こんなちっちゃいの見たことないこんなちっちゃい、いや多分当時はいろんなところで売ってたんでしょう。こんなちっちゃいの見たことないわ俺。もうじゃない。まあちょっと実際電話線が繋がったりとかいろいろあるんですけどまあちょっと今回これの代わりに、うん、こちらテープレコーダーでやります、うん、はい、その買った人が録音してくれてるらしいんで、おちょっと何が聞けるか僕の聞きたいんで流してもらっていいですか。いいですか、いきますよ。あ、なんか音すごいね。ありがとうございましたじゃあちょっとやっていこうと思うんですけど、今回準備ほとんどないんで、はい、物を置いてセットしてできるかって感じでやっていこうと思うんで、はい、やくよ。部屋の入り口はここでいいですよね。そうね、実際ここ鍵はかけれないんだけど、はい、まあ、今回ちょっと、まあ、これをこのちょっとした隙間を開けてそこに鍵を通すっていうルールでやっていこう。ジファルコの時と同じで。そういうことね。部屋の入り口からこう一直線上に鍵、ね、があるんで、うん、大体ここら辺ですね。ここら辺に置くと。なのでカセットテープの向こうですね。はいはい、これね、チェスの駒とノート、はい、はい、ここですね。はいはいはい、ここでやりますと。はいはい、オッケー。そしたらじゃあ、はい、もうじゃあ、あとはもう勝負だ。じゃあオッケー、鍵にじゃあテープ巻いていきましょう。はい、これですね、これ。はいはい、この茶色いところで。でも意外と距離あるからね。一旦部屋の外に出してまたこっちにこう。そうだよね、必要があるんで結構出しますね。まあこんなもんですかね。結構長いね。でもそう、でもそういうもんだよね、うん、オッケーオッケー。じゃあ元に戻して、はい、再生を押すと、あ、巻き取られますね。はいはい、こういう感じで、はい、今動いて下田がやってると分かりますね。ここが巻き取ることによって下田の手をすり抜けてこう動いてますね。はい、はい、オッケーオッケー、巻き取れるよ。じゃあいけるいける。伸ばしていますね。はいはい、一度こういうふうに部屋の外に出して、はい、ここに、はいはいはい、鍵を通します。なるほどなるほど、丸々ところにね、鍵のリングのところに通すと、はい、はい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 、手がかじかんでで通ったと。はい、通りました。そうすると鍵が外に出るということね。はい、でここに仕掛けておくんですけれども、はいはいはい、その仕掛け方というのが、まずポーンをこういうふうに3つ並べます。はいはい、でこの上にこういうふうにノートを置くんですけれども、うん、はい、これを逆さにしておいて、なるほど、しておくことによってもう全部バーンって倒れちゃうですね。ただ逆さにしたまま、はい、上に乗せるのは難しいですね、これ。まあでもこれが一番難しそうだよね。
そのまず1個やりつつ、はい、多分1個やりつつだよね、犯人1人だからね、はい、で後ろの1つやりつつ、いけんじゃない、いったー、すげえ、いったすげえ、超大変だけど、はい、器用であればできるわこれは、はい、できますね、なんとか逆さ、はい、赤坂さん、なんとかできましたねこれ、 ありがとうございます、はい、そういうことでセットができました。電話機で逆さってこの入って、でここに鍵がある、でそして扉を閉めて、まあ、実際鍵をかけます。スタッフで逆さもできたし、はい、もうこれで電話セットできてるんで、もうこれトリックのセット完了です。で今回は電話で本当は留守番を入れて外でどんどん巻き取って密室にしてるけど、はい、まあ、ちょっと今回その電話をする代わりにちょっと再生ボタンを押してしまうんで、はい、中に人はいっちゃうとかね、はい、でその再生ボタンを押した時に外にある鍵がスル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 と来て中に入るかっていうのをこうやるってこと、はい、やってこう、このトリック俺が再現してみせる、いきます、あーいってみます、いってみます、いってみます、いってみました、でうわすげえすげえすげえ、ほらちょっと電話してるんで、これが留守電をかけることでどんどん巻き取られると、鍵が重いんですかね、頑張れ頑張れ、ここの段差怪しいな、スタジアここの持ち上げるっていうのは、まあ本来あの外の人だったらできるんで、これはやります、入れます、これ中入ってきて今動いてます、ずっとね、いけ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 、すげえすげえ、これはでもなんかどうだろうな、ここね難所、でも巻き取れてるわ、すごい怪しい、そこもダメですね、もうダメな、これはこれはてか何がいい、いやそもそもあの避難所外にしたじゃないですか、うん、その時こんな絡まってました、絡まってたよ、いやそれ直してください、直す、はい、それ直すならダメです、どこどこ、いや、あ、これね、はい、こんな金持ってたからな、なるほど、了解、1回目、失敗、部屋の外で絡まってる分には直せるから、はい、直さなきゃダメね、はい、このトリック、俺が再現してみせる、はい、そしたらここは絡まらないでいきます、動きます、はい、これ動いてます今、おいけいけマジか、止まった、なんで、あっ、あーなんかそもそも何がいい、間違えた、位置間違え、位置がなんか乗っちゃってました、本当はこっちのボーンには引っかかんないんですよ、置いた時に一緒に乗っちゃったんですよきっと、はい、そうだね、ここに引っかかるわけないもんね、はい、なるほど、2回目失敗、さっきねここのとこに要するに乗っちゃってたってことね、はい、こうなっちゃったんですよ、そうだね、なるほど、そう、外側じゃないと、このトリック俺が再現してみせる、よし、来てる来てる来てる、鍵怪しい、絡まってんな止まりました多分出しすぎちゃってるわ、3回目失敗、このトリック俺が再現してみせる、あー止まった、なんか内側で絡まってますね、修正します、ノートの下に入ったら成功、止まった、あリンが当たってんだ、ちょっとこれ避けますね、もうそうね、そういうことね、はい、本当は直線ですからね、そうだね、直線じゃないのがある、俺らが、おー行った行った、直線だったら行く、直線だったら行くんだ、はい、行け行け、次は先生、鍵入って入ってる、行け、ここだここだここだ、行け、これは関係ないちょっとやっぱここが倒れんのがめずいんだ、そうですね、鍵入りましたの音、入るぞ入る、入りました、鍵の音した、あとは一番前のポンを倒せば、ポンを倒せ、倒してくれ、倒せない、いやいやいや、やっぱ勢いが弱いんだ、
ちょうどちょうど、はい、そしたら今あれ失敗がさ、ポンを倒せないことに原因があるじゃん。で、勢いよく変えたくて速さ変えようと思ったけど、早送りすると絡まっちゃうって問題があるから、はい、逆にもうそのポンごと鍵と一緒に押せるものがあればいいと思うんだよね。はい、だからそのなんか何でそれ竹串ですね。その竹串をじゃあ、はい、そのノートの下に置いといて、竹串のこの面積でポン倒せんじゃないかな。やってみよう。やりましょう。こういうことですよね。そうそうそう。そう、配送してはこのポーン、先頭のポーンをこの竹串の勢いで勢いで倒せんじゃねえかと。はいはいはい。投げ倒すと。はい。このトリック、俺が再現してみせる。いけ。詰め。いいぞ鍵。めっちゃいい。だから今まで一番いい感じある。いいこのちょっと開けたことが大事だったんですね。はい。竹串はちょっとしたら関係ないかもしれないですね。来た。鍵の音入りました。いけ、倒せ倒せいやでも、いやでもまだ止まってない、まだ止まってない、まだいけ、まだいけ、あ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 これテープでは倒せないだろうなやばい、最後引っ張ってる。7回目、失敗。いけ、いけ来てる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 。ふざけましたこれ3問は。すいません。これちょっと思った。でも竹串じゃなくてもっと柔らかい土台とかの方がいいかもしれないですわ。ちょっと変えます、土台。ちょっとこれのコーンのですね、先端の丸が意外と安定してるんですよ。でこのせいで今までねちょっと動いてないんで、こいつやっぱ不自由にするには、そう思ったらこうテープね、傘地蔵みたいな感じで、ちょっと傘地蔵みたいな感じでちょっと防振するっていう、これが多分ね大ヒットこれクリアです。いやね、もうね初の2桁失敗なんですよこれ以上失敗したくないんで、ちょこれで終わりにしましょう。コートリック、俺が再現してみせる。いけ、もうね、ここまではできるんですよ。なんなんだ普通にテープにテープがついちゃってるかもしれない。ここテープじゃダメだね。はいはいこれバカだな。どうしよっかな、正解が。まあ、なんかやりますわいや、お待たせしました。もうね、無事解決策が、あのね、これポーンなんですけど、ちょっと僕たちのやつ小さいんですよね、チェス自体が。おそらくなんで高さもあったんで、より転びやすかったのかなと思います。で、僕たちの場合それはないんで、まあ、あとバランス的にもこれと大きいやつを並べることによって、よりこうなった時にバランスがこう崩れやすいと思うんで、今回先頭はポーンじゃなくクイーンでやらせてあげます。もうこれで完成。ポーンじゃなくてクイーンだったってことだ。見てください、これこの傾き、もう奇跡。立ってことは奇跡なんで、やっぱ高さを変えたことによって倒れやすくなると思うんですよ。だからいろいろやりましたけど、駒自体が違ったっていうのが今回考えられます。このトリック俺が再現してみせる。オッケー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 。いやもうこれだって、この傾きはもう絶対でしょ。逆によく今立ってるわ。すげえ、勢いおかしい。あ、すごい。なんだ今の、変だったよ、すごい。いけ、倒せ倒せ。母さん、父さん、父さん、あかん、父さん、父さん。
やったマジすごくない、これ見てください、ノートの下にこれ絶妙、完全にこれですよ。イチよかった、盲点やポーンじゃなかったらよかったんだ。なるほどね。今回再現してみて分かったこと、駒のバランスが大事。いつも見てくれてありがとう。チャンネル登録。